お疲れ様です。アロー78です。今日は2月の24日水曜日なんですけど、先日レンテしたらなんかすんげえ水が綺麗で、ちょっとなんか画像で伝わるかわかんないんですけど、この画像が荒くて、まあそこは置いといて、もうあとね数日でちょっと引っ越すことになって、新居の方に。でこの水槽まで畳まなきゃいけなかったりで、魚の移動とかすごい大変なんですけど、ちょっと最後にねちょっと休んだけちょっとやっていきたいと思います。こちらあれですね、スーパーで買った、冷凍エビ、大量に買ったやつですね。ちょっと上げていきたいと思います。で、こっちの畳なんですけど、この間傷痛々しい血みたいな感じだったんですけど、なんか白いぼやっとした感じで、なんかなってるんですけど、なんだ、もう病気じゃなきゃいいって思ってるんですけど、まあ、とりあえず、餌は食おうとしてるんで元気はあるのかなっていう感じですかね。大丈夫だと思うんですけどね。はい。こんな感じで餌をあげていきます。と、あのアロナがね、なんかね、散らかすんすよ。あのアロナがまた散らかすんすよ、いろいろと。はい。とりあえずね、もうこいつに、餌食べてもらえればいいんで、自分は、このちっちゃいダトニオさんに。どっち食った？お？お？ビギールが？カメレンビギールがエビを？食べない。食べると見せかけて食べないっすね。はい、ちょっとしばらいで。でもここでかいのに一個食われて、おい、どこ行ってんだ、後ろだぞ。ちょっと食われちゃったじゃん。ああ、もう一個終わりです。ああ、下。下。落ちてる。下。落ちてるよ。押してるよ。ダメですね。結局ガーナエンドリティリーがエビを食べました。でこのアンソルギーなんですけども、ちょっともうこれ以上は目が治んなそうですね。結局中のあれもちょっとおかしくなっててダメですね。はい、おビギールが結局エビを食べたっていう、はい、傷口の感じにこんなんです。ガブリタだった傷口ね、早く治ってしまうと思ってます。はい、というわけで、アルダの8、これから引っ越し向けて頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。